情けない。配下も雑魚ばかりでしたが、棟梁がこの程度では、それも致し方ありませんね。薄汚れた山賊の名にふさわしい、吐き溜め集団でしたか。すげえ、あれだけいた山賊を、たった二人で倒しちまった。強すぎる。もう、勘弁してくれ。だってよ、フォルテ。どうする？頃合いでしょう。アシッド、ビジョンオーブを。はいよ。バッチシ構えてるぜ。さあ、準備はできました。山賊の男よ。そこにいる少年を殺しなさい。え？ちゃんと転営してやるから、安心して殺されとけ。安心なさい、少年。あなたが殺されることで、この男は確実に執行者に消されます。親や村の人間たちの仇が取れるのです。本望でしょ？何言ってるんだよ！あんたたちが倒してくれればそれで！言ったじゃないですか。それは僕たちの役目ではないと。かつて、僕たちは両親を山賊に殺されました。幼かった僕たちは怒りに任せ山賊を追いかけました。自らの手で仇を討つために。でも当時の俺たちは、ただの無力なガキでさ。秒で返り討ちよ。あっけなくね。俺は、あの時死を覚悟したよ。でも、アシッドにとどめを刺そうとする山賊の姿を、僕はなんとかビジョンオーブに収めることができました。すぐさまその場面を転映し、そして、来てくださったのです。神の使い、執行者が。あの時の光景は今でも忘れません。執行者は優雅で美しく輝いてさえいました。その輝きをもって神は僕たちを救ってくださったのです。感謝しろよ、ガキンチョ。お前も救われるんだ。俺たちが見たのと同じ希望ってやつにな。なんだよそれ。さあ、やりなさい、安い山賊。それとも、死よりも恐ろしい攻めくで、無理やり従わされるのがお望みですか。よくできました。罪の刻印が。くるな、やめろ。無駄ですよ。神は決して咎人を許しはしない。諦めろんってね。やめてくれ。
今日もまた神は正しくトガ人を消し去った。見てくれてるかな、キャスク様。俺たちの活躍をよ。きっとご覧になっているさ。キャスク様はいつでも正しきものの味方なのだから。早くご尊顔を拝したいとこだね。ああ、そのために尽くそう。すべてを捧げよう。我ら、神の使徒として。